お腹の上よりも下の方が出てるよって方は今回の動画で一発解消していきましょう。皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹の上よりも下が出ている隠れ反り腰の方、反り腰の方におすすめなエクササイズを紹介していきます。今回の動画1本で解消されます。ほとんどの方が実は隠れ反り腰なんです。隠れ反り腰というと、普通に反り腰の方は収縮して腰が反れた状態で胸を張っている、このような姿勢になってしまいます。そこで隠れ反り腰の方はここから肩が内巻きになって腰は反れてるんだけど猫背、通常は肩が後ろ側、反れてる腰がまっすぐ、このような形がまっすぐなラインなんですが、これが腰が反れる、猫背になる。そうなってくると、腹筋どんなに頑張ったり、腰のストレッチどんなに頑張っても、なかなか解消されないんです。今回は解消されるエクササイズのみを紹介していきます。隠れ反り腰だよ、反り腰だよって当てはまった方はですね、動画を見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。反り腰というと、一見腹筋、そして腰のストレッチばかりイメージすると思うんですが、実は胸のストレッチ、肩を後ろに広げる背中の動きが大切です。それをまずは行っていきます。簡単です。手を後ろにひっくり返すだけです。胸を張りながら手を後ろに回します。いきましょう。スタート。しっかり胸を張りながら肩甲骨を寄せる。肩が後ろに回っていくイメージをしっかり感じてください。肩甲骨をしっかり動かしてください。この上半身が作れないと反り腰は解消されないんです。しっかり肩がね、後ろに回るイメージを感じて手をバイバイしてください。 OK です。次は手を腰に当てて手で骨盤を立てる感じで、おへそを上に向ける感じで下腹だけを使ってください。上側を使うんじゃなくて下側だけを締めるイメージです。いきましょう。スタート。手でね、こうやって動かしてみてください。このね、ゴムのラインが上向けるような感じでおへそを上に向けます。これ骨盤がね、しっかりね立つよって方は反り腰の幅が大きいので、あんまりね、起こせれる感じがない人はね、あんまり反り腰じゃない場合がある。はい、 OK。 次は手を回した状態で今の骨盤立てる感覚をいろんなお尻の位置でやってください。いきましょう。スタート。手を返した状態で腰がね、すごくね伸ばされるよって感覚があると思います。しっかり肩はひっくり返したままです。こんなお尻の位置で腰を動かします。骨盤がね、立つ感覚をしっかりね身につけてください。はい、 OK。 今度は今の回した状態で骨盤を立てたままでキープ、このままでキープです。いきましょう。スタート。今度は腰振らずにね、肩をひっくり返したままで骨盤を立てたまま、お尻締めたまま、前もも少し引っ張られる感じがあれば OK。 この姿勢がね、通常の反り腰改善されたいい姿勢です。肩が後ろ、骨盤が立つ、この状態が大切です。体に覚えましょう。はい、 OK。 はい、反り腰解消には背骨のあたりの腰の筋肉を伸ばす必要があります。そこで大切なのが赤ちゃんのポーズです。これでキープです。いきましょう。スタート。しっかりね、足の力抜いてお尻をね少し持ち上げとく感じです。これでさっきの骨盤立てる感じをやってください。腰がね少し伸ばされるよって感じがあればできてます。しっかり足の力抜いてください。伸びにくい人はね、ちょっともぐらおって軽くね抱えてみてください。あー、伸ばされる。 OK。 最後はうつ伏せから足首を持ってちょっと足開いて肩を外巻き、
肩甲骨寄せます。これでブリッジする感じでキープです。いきましょう、スタート。これでキープ、しっかりこれでね、骨盤を立てる感じ、胸のストレッチ、肩甲骨寄せる、この上半身が身につきます。しっかり足でね、手を引っ張ってください。あと少しです。よーし、 OK。 これで膝ついて立ってみてください。骨盤が少し始めよりも起きている、胸がちょっと始めよりも腫れている、そうなると体に身についてきてます。これで初めにやった手を腰に置いて腰振るやつをやってみます。いきましょう、スタート。これでさっきよりも腰を振ってる感じが減ってれば、だいぶ骨盤が立てられてます。一番初めにやった時はしっかりね、腰が振れてるのが、今はあんまりね、腰が振れない、動く幅が減ってるっていう感覚があれば少し改善されてきてます。始めよりもね、骨盤が立ってるんであんまり動かないと思います。よーし、 OK。 お疲れ様でした。どうでしたか？始めから最後までやってみた方は、骨盤が立ってる感覚、姿勢が良くなった感覚があればグッドボタンやコメントで教えてください。この動画を何でも見ながらやることで、腹筋や背筋、プランク、いろんなことをするよりも根本からお腹をへこませる姿勢が身についてきますので、何度も見ながらやってください。各種 SNS もやってますんで、そちらでは違った配信方法をしてます。説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。